球場通り、青丸の橋、青木美代、矢作の流れ、まさに美代、磯の若女子、この力、岡崎、これは我が郷土、いざや行け行け、青い武将隊、いざ、出陣じゃ。という人もいる。血気盛んなこの武将、鎧の色も明かさない。誰が呼んだか、戦場の鬼、我が名は井伊直政。自由権利の人は言う、人格者とも人は言う。そんなことはないと思うが、長くての激文では全ての武士をも動かした。武功派の言う、我らは榊原康政、サインは後だ。先祖伝来主君に仕え、
松平中西主君の三と幼き頃より家康公の御民と従いしが一向一揆に改修し一度たりとも負け知らずただ勝つのみと名付けられしは戦国最強の武将我こそ本土忠勝はあ天皇の神狩りは家康公の刀でと誰が呼んだかそれがしは幼き友のお目付役冷静沈着切れ者と三河武士の鏡とて徳川四天王筆頭酒井忠次参る。この一生は重荷を負って大きい道を行くはまたし急ぐべからず官人は無事長久のもとへ我慢辛抱官人と幼き頃より戦国のただ目という名の濁流に流れず耐えたそれがしの生涯かけたる望みとは天下太平の世時空を超えて変遷のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士我家康だ内藤家康公青い武将隊you
の時代、家康公の嫡男信康は長篠の戦いの活躍が目覚ましく、将来を期待される若殿であった。しかし信康の妻徳姫は父信長に手紙を書き、信康と築山御前が駆け出しと内通し共謀していると知らせました。激怒した信長は家康に対し信康築山御前の処断を命じました。殿、ただすぐ田内が戻りました。ただすぐか。信長殿のご機嫌はいかがであったか。はっ、信長公におかれましては、ご嫡男信康様、築山御殿ともに喜連とのお指図にございまする。何、信長め、ついに牙を抜き出したか。我らは信長殿の家来にお伝えを控え殿は、なんでそのような目を受けてくれるんだ。静まれ。ただつぐよ、何故のお沙汰でやらんと。はい、信康様のご不審は12箇条にも上りました。その第一は、近頃岡崎近辺で流行り出しているという踊りのことでございました。あの踊りは、今川義元が殿下狭間に倒れ、その子氏真が家督を継ぐと流行り出した踊り。領民が領主を信頼できなくなった時に流行る王国の踊りにございます。確か念仏踊りとか風流踊りとか申すと聞いておる。はい、信康様もまたその踊りを好まれ、自ら進んで村々を踊り歩くばかりか、その踊りの拙い者に腹を立て弓を取って射殺した。これは領主にとってあるまじきことだ。さつ、信康はまことそのようなことをおっしゃったのか。はい、それを大人どもはなぜわしの耳に入れなかったんだ。お耳に入れれば殿はお叱りになりまする。叱られれば信康様は今度はその大人に当たりまする。第2話、お鷹狩りの帰りに僧侶の首に縄をかけ、馬にて引きずり殺したこと。第3話、榊原小平太が幾度も還元するも怒り、矢を連れ居殺したことで、居殺さんとしたことでございます。小平太、それはまことか。はい、その時そなたは何としたか。罪なきそれかしをご成敗やらば、殿が何とおぼしめされるかと申し上げましたところ、顔色を和らげ、そのまま奥へと入られました。第4話、築山御前についてでございます。それは我らが御敵武田勝頼に密書を持って内容し、ほら徳川の領家を滅亡なさんと計りつくことと。うた、もうよい。信長殿のあのご気性では後へは引かれまい。半蔵、信康の解釈を頼む。わかりました。下がってよい。はあ、
近吉か。若殿の過ちは皆森役であるこの近吉に全ての罪がございます。どうかわしの首を安土にお届けください。さすれば信長公も若殿のお命までもと申しますまい。近吉、そなたの心に涙が出る思いじゃ。だが切腹は許さん。なぜでございます。六歳の折から苦楽を共にしてきた姿を我が子を助けたいがために犠牲にはできん。殿にはまだ近吉の心が分かっておりません。分かっておる。分かっておるから許せんのじゃ。いえ、分かっておりませぬ。わしは心底殿に惚れてき申した。六歳の折からおそばにあり大切な御嫡男の養育を任された。それでこの近吉の心は隅々まで殿に通じたと思うて喜んでおりました。ところが殿はわしの言葉を並の忠義と判断されておる。それが口惜しい。殿、殿にはわしの信康様への愛情も分かりますまい。わしは信康様を我が子以上に愛情を持って育ててきました。その信康様が切腹されてこの近吉がおめおめと生きているとも思われますか。もうよい近吉、それ以上言うな。もう近吉、わしはな、平和を願い正義を口にしながら多くの人々を痛めてきた。そのわしがじゃ、我が子の愛に溺れて家中の柱ともあろう人間どもを無駄無駄食べてよいと思う。そなたを処分したところで安政の切腹は免れまい。この戦国の世を生きる天下太平を望むわしの試練だと思って捕らえてくれ。この通りじゃ。しかし、何もできぬわ。無念でござりまする。誠にありがとうございまする。我らグレート家康公青井武将隊でございまする。先ほど、青井劇場信康切腹でございました。わしら9月15日ですがの、先ほどのこの信康切腹は、短い物語でございましたが、9月15日にわしらの舞台をやりまする。そちらの方は約、1時間半ほどの舞台をやりまするので、もし興味を持たれた方は、あとチケットの方が数枚あるそうなので、そちらの方もぜひぜひのご興味持ちましたらお買い求めくだされ。ということで、ここからは雰囲気を変えまして、
皆様参加方のあのコーナーと行きましょうかの堪忍踊りじゃーでもね、堪忍踊りは簡単な踊りとなっておりまする。よろしければぜひぜひ参加のコーナーとなっておりますので一緒に踊りたいよという方はぜひぜひこちらの方は上がってきてください。どうかな、どうじゃどうじゃ、ぜひお客様が出るまでの間安政に潜伏してもらおう。もう言っちゃダメだろ。確かにわし、うんと思ったけど。まあ、まあ、まあ。じゃあ、まあ、ちょっと、まあ、出てこない。歴史は変わったんじゃ。大丈夫かな。よし。ということで、じゃあ、一応音楽スタートじゃ。まずは、